スタジオレインようやくお帰りになりましたかお帰りなさいませ本日よりあなたに仕えることとなったくの市のさくらですこれより好みあなたに捧げるつもりですですから待って、ま、待ってください警察に通報しようとしないでください順を追って説明いたしますからまったく。 長老たちは一体何をやっているのでしょうかちゃんと伝えてくれるのではなかったんですかあっ本気を取り直して先ほども言った通り拙者は本日よりあなたに仕えることとなったのいちです名前をさくらと申しますえ自分は忍者に仕えられるほど偉い人ではない <laughs> あまあまあ,あ順を追って説明します そもそも私の故郷の里では気づかぬうちに命の危険にさらされているものを守るということをやっておりますそして調べたところによればあなたもその一人あなたの父親は行方不明とお母様からお聞きになっていることかと思いますそして決してあなたのお母様は父親の素性を語ろうとはしなかったあなたは 真実を知る覚悟はありますかわかりましたでは話しますので心して聞いてくださいね実はあなたの父君はとある有名企業の社長ですそしてあなたはあなたのお母様とお父様の不倫によって生まれた死生児だったのです当然表向きにはできませんよね不倫をしていた なんてバレればスキャンダルもスキャンダル。あなたのお父様はお母様にこっそりお金を送るという契約のもと別れてもらったらしいんです。当然といえば当然ですがあなたはお母様に引き取られました。どうしたんですかその納得したようなしてないような顔は。母子家庭でお母様が働いてもないのにお金があったのはそういうわけか。 ですかまあそういうわけですねともかくあなたはそういう生まれだったんですさてここで問題になってくるのがその社長あなたのお父様です最近どうも具合が悪いらしいんですよ当然遺産相続などの問題が起こりますよねそしてあなたはいわば社長の直系 遺産相続する権利は十分にあるわけです遺産を奪われると思ったよからぬ輩があなたに資格を放つのは悲しいことではありますが当然のことでしたあ安心してくださいもうその資格のことは大丈夫ですからえその資格がどうなったのかって聞きたいですか 聞かない方がいいと思われますよ。とはいえ、第二第三の資格が来ないとは限りません。そこで私が護衛として、あなたの命を守るというわけです。理解してくれましたかね突拍子もなさすぎて、まだうまく飲み込めてないですかい,いえ、大丈夫です。今のところは便利な小マ使いが増えたとでも思ってください。さて、 この身はあなたに使える身です。ゆえにあなたのご命令とあれば、何でもこなしてみせましょう。さあ、何でもお申し付けください。さあさあ、さあ。え最近眠れてないから、添い寝をしてほしい、ですかえ、えっと、そんなことでいいんです私はこれでも忍びですよ。もっとこう… あの人が憎いから暗殺してきてほしいだとかあれが欲しいから盗んできてほしいだとかそういった欲はないんです僕はそういったことはしたくないですか <laughs> そうですかもうい,いえいいんですよむしろそっちの方が正しいんです私がこれまで仕えてきた人たちは私という力を手に入れ その過ぎた欲で身を滅ぼしてきていましたですからそういう考えが私は嫌いじゃないですよ私も危険を冒さずに済みますからねとはいえ私も添い寝なんてしたことありませんしそんな命令をされるとも思ってませんでしたので少々準備をさせてくださいすぐ戻りますのであ危険を感じたらこの鈴を鳴らしてください1秒で駆けつけますので では、行ってまいりますあご飯は食べないでくださいねただいま戻りました無事でしょうか <laughs> いろいろ買ってきましたんあ <laughs> いえいえお気になさらず <laughs> この辺りの代金も後から経費で落ちますからですから安心してくださいまずはこれ食料品です 最初に部屋に忍び込んでいた時いろいろ物色させてもらいました調べはついてはいましたがあなたは食生活がひどすぎます毎日カップ麺かコンビニのお弁当ばかりそれではバランスのいい食事とは言えませんあなたは忍者ではないんですからちゃんとエネルギーだけでなく栄養もしっかりとってくださいそんな食生活だと疲れがとれないのも当然ですで すから今からご飯作ってあげますねまあ夜も遅いですし少々手抜きにはなってしまいますがお粗末様でした私の料理どうでしたかとっても美味しかった <laughs> それは良かったですあなたがもしよければ これからも夕ご飯作っていきましょうかええ構いませんよもちろん護衛の合間なのであなたが帰ってから作ることにはなりますがえこれだとまるで夫婦なば、ば、バカなことをおっしゃらないでください私とあなたは所詮始終四十関係なんですからそれに一生護衛するわけにはいきませんから危険が去ったと判断すれば終わりなんですからね はあはあう,うん取り乱しましたとともかくそんな考えは今後持たないでくださいね私の心臓にも悪いですしあ,あいえ何でもありませんよさてともう夜も遅いですしそろそろ寝ますよえ まだ残りの仕事が終わってないあなたはバカなんですか寝る前に電子機器の光を見るのって目がさえてしまうのでよくないんですよ。それにそうやって「はいはい」と命令を聞いてしまうからいいように扱われるんです。もう少し断るということを覚えてください。ほーら無理やりにでも布団に連れて行きますから。<laughs> 忍びの力に勝てると思わないでくださいよっとさあなたは私の膝に頭を乗っけてくださいえ何をする気かってただの膝枕ですよえこれもさっき買ってきました耳かき棒ですよ耳かきをすることでリラックス効果が得られ眠りやすくなるんです というわけで今から耳かきをしますからこちらに頭を乗っけてくださいそんな遠慮しがちな距離では耳かきがしづらいですもっとこっちに寄っていてくださいはいそれでは耳かきさせていただきますねまずは右耳からですこっちを向いてください では、早速耳かき棒入れていきますねよっと…ん、大丈夫ですか痛くありませんか痛くない…むしろ気持ちいいですか <laughs> そうですかそれは良かったです私も昔こうやって母親にしてもらってたんです それがとっても気持ちよくてついうとうとしてしまってたんです結局そのまま膝の上で寝てしまいましたですからあなたもこうすればうまく眠れるのではないかと思ったわけです眠くなったのならいつでも眠っていただいて構いませんからねさて さっきの話覚えてますかあなたが社長の息子だって話ですよ。もしあなたが望むのであれば遺産の相続をするということもできるんです。相続をすればこんな貧乏くさいアパートに住む必要だってもしかしたら働く必要だってなくなるかもしれないんですよ。そんなものいらないですかあの、 一応理由を聞いてもいいですか自分には過ぎたものだからですか <laughs> あなたはやっぱりバカな人ですね <laughs> あい,いえ気を悪くしないでください褒め言葉ですよ今のは目先の利益にとらわれて周りが見えなくなる人よりよっぽど賢いと思いますバカではありますがいいバカだと思いますよ フか <laughs> 今はそうでもきっといつか言っている意味がわかると思いますよまるで年上みたいですかまあ自慢ではありませんがあなたよりずっと過酷な経験はしてきているつもりですからああ少々達観気味になっているのは仕方ないことだと思います。 さて、とそろそろこっち側の耳は終わりです仕上げに耳を <coughs> ちょと驚かせてしまいましたかでもこうするとゴミが吹き飛んでくれると思いましてですからもう少しだけ我慢してくださいね。 はい、これで右耳は終了です。次は左耳ですよ。左右で聞こえ方が違うというのはあまり良くないことですからね。さ、寝返りを打ってください。出ないと左耳、耳かきできませんから。はい、ではこちら側もやっていきますね。 さっきの続きですけど別に人の生き方なんて私が口出すことではないのは分かってるんですただあなたみたいな素敵な人がせっかくのチャンスを不意にしてしまうというのはちょっともったいない気がしてくるんですよもちろん危険やリスクが伴ってはくるでしょうただそれでも私が守ってみせるのにと思わないでもないんですそれとも 私では力不足だと思っているのでしょうかそうではないですかやっぱり遺産は自分では過ぎたものだと思っているんですねですが私としてはそういう欲のない人の方がむしろ耐性すると思うんですよそれでも遺産継承する気はないですかかくなですね何か他の理由でもあるんですか え私を危険な目に合わせたくはないからな何ですかそれくくどいてるつもりですかあ、本来忍びというのは危険な仕事に就くものですそれを危険だからと行かせないのは本末転倒というものですよでも今日来たばかりのただの忍びにここまで気をかけてくれるのは悪い気はしませんよ。 さて、こちらも仕上げです。じっとしていてくださいね。<laughs> またびっくりしちゃいましたでも、もう一回きますよ。動かないでくださいね。<laughs> はい、これで耳かきは終了です。お疲れ様でした。<laughs> 目がとろーんとなっていますね。眠くなってきた証拠ですね。では、このまま布団にお入りください。よっと、隣、失礼しますね。え、なんでって、あなたが希望したことですよ。添い寝をしてくれ、と言ったじゃないですか。ですので、添い寝して差し上げます。何照れてるんですか これでも私も少し恥ずかしいんですよ。それをもともとリクエストした本人が恥ずかしがっててどうするんですかでは、布団に失礼しますね。<laughs> 入ってしまいました。顔、真っ赤ですね。<laughs> 大丈夫です。多分私もですから。 こういう風に異性の方と一緒に寝る機会なんて、そうそうありませんでしたから。でも、命令したのはあなたです。責任はちゃんと取ってもらいますからね。では、あなたが気持ちよく眠れるように、昔話なんていかがでしょう。はい。では、失礼して。昔々、あるところに、 一人の忍びがいました。彼女は自分の実家が大っ嫌いでした。なんで危険な忍びにならなくちゃいけないんだろう。彼女はずっと不思議に思い、そして親に反発してきました。そんなある日のことです。とうとう不満が爆発した彼女は、里を飛び出し、町に降りてきました。幼い子が一人、親元を離れたらどうなるか。 想像するのは難しくないでしょう彼女はとうとう泣き出してしまいましたですが街を行く人は見て見ぬふりああ私はここで死んでしまうんだとそう覚悟しましたその時でした君大丈夫かい一人の男性が声をかけてくれました一人ぼっちの彼女に声をかけてくれたのが よっぽど嬉しかったのか。彼女は周りのことも気にせず、わんわん泣いてしまいました。男性は彼女を自分の家に連れ込んで、温かいお風呂と美味しいご飯を提供してくれました。手作りではない、力合いのものでしたが、それでも彼女にとっては、ごちそうそのものでした。彼女はご飯を食べながら、 身の上をポツポツと語り始めました当然自分が忍びということは明かせませんからできるだけ慎重に幼い脳みそを使って言葉を選びました男性はただ黙って聞いてくれていましたそうして全てを語り終わった後に男性はこう言ってくれたのです家業を継ぐのって 伝統を継ぐことでしょちょっと羨ましいな。その言葉は彼女にとっては目からウロコでした。伝統を継ぐ。その大切さを男性は教えてくれたのです。その晩は彼女は家に泊めてもらいました。そして翌日、彼女は里に戻っていきました。きっといつかまた彼に会って。 強くなって家業を継いだ私を見てもらうんだと、固く誓いました。その日からというもの、彼女は修行に文句一つ言わなくなりました。すべては彼にまた会った時、恥ずかしくない姿を見せるため、必死になって修行に励みました。そうして、いくつかの年が経ちました。幼子だった彼女は、 もうすっかり一人前の忍びになりました。ですが、あの時誓った思いは、未だ色あせてはいませんでした。そんなある日のことです。里の長老がみんなに依頼をしました。この男を守ってほしい、と。その顔に、彼女はすぐにピンときました。そうです。あの時の男性でした。 すぐに彼女は立候補して、めでたく、彼の護衛となったのでした。と、と寝てしまいましたか。<laughs> どこまで聞いていたかは知りませんが、そういうことなんです。前に命を救われたご恩を返すまで、私は、里には帰りませんからね。<laughs> それにしても安らかな寝顔ですねよっぽど気を張ってたのかはたまた疲れていたのかどちらにせようまく眠れたようでよかったです <laughs> あなたの寝顔を見ていたら私も眠くなってきてしまいましたでは 私も少し <laughs> 眠りましょうかね。ゆっくりおやすみなさいませ。また明日も明後日もその先も私がついていますからね。